皆さんこんにちは、佐藤誠一チャンネルです。今日はフーガフーガ第58回目の放映になります。今日は私佐藤と、あとギアスタッフの千代さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。今日情報は青木さん、お願いします。よろしくお願いします。もうフガフガいよいよね3月になりまして、これからいよいよこうあの卒業式シーズン、そうですね、入学式シーズンということでね、なんかいよいよなんかもう春なわけですけど、今日はですねフガフガでもうちょっとこれからの今まさに今の時期着るちょうどいいこうスプリングコートなんですが、はい、生地がこれもオリジナルの生地使ってるんですけど、リネンを使った地柄が入ってる、うん、今日コートなんです。結構ね、ナチュラルがありながらロングのコートで、はい、まあ、ちょっと今から今のシーズンお出かけに、そうですね、やっぱりね寒い時、はい、この時期って暖かい時と寒い時こう気温の差があるんで、あっと上にこう貼るのにすごくねこうあのいいかなと思いますけども、じゃあ次に情報をちょっと、はい、よろしくお願いします。はい、お伝えします。はい、製品染め霞タイル柄コートです。サイズはフリーサイズ、お色がベージュ、はい、ブラウン、ダークブルーの3色、お値段が5万600円でございます。私が着てるのがベージュで、そうですね、はい、はい、春っぽい色なんですけど、これはブルー、そうです、ダークブルーなんですね。なんか染めの色がすごくかなり、そうですね、かなりダークブルーと言いながらも、うん、かなり 黒に、墨黒に近い感じの深い色ですね、もう、はい、で、これがブラウン、はい、ですね、ちょっとカーキがかったブラウンの感じ、はい、それでちょっとね今薄い方だとちょっと分かりづらかったんですけども、はい、このダークブラウンで見ると、はい、この柄がこれそのリネンとコットンで織り合わせて特殊な柄なんですけども、柄がタイルのようなこう、うん、で見ていただくと全部ね、この柄が織り方が全部違うんですよ。本当ですね。だからすごい凹凸感があったりとか、表情感があるんですよね。で柄も全部こう手書きで一枚一枚全部、そうなんです。だからこうすごいねこうナチュラル感がありながら全面にこういった柄が入ってるっていう。でこれを製品染めするじゃないですか。はい、染めた時にやっぱりコットンとあのリネンの染料の吸収がちょっと違ったりとかするんで、色がねこうちょっと凹凸が出て、そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。やっぱりリネンの方がね吸収が早いから、ちょっと濃くなったりっていう。そのねナチュラルな表情感がまた。で今回丈もね結構多くて、はい、でまたフーガなんでね分量たっぷりです。はい、これだけ、はい、で今回襟がゆったり立ち襟になってまして、はい、で後ろではそんな広くないんですけど、前の方のゆったり下がりがついてるような感じ。ただね今の時期マフラー巻いたりとか、まあ、あのハイネック着たりとかって中にちょっとボリューム感のある、はい、インナーとか着ていただいても全然大丈夫なように、ちょっとねゆったりめにかっこいいドレープが綺麗な感じになってます、はい、またこのナチュラルな感じがね、リネンとかっていうのはナチュラルな感じが表情が出ると思うんですけど、丈もたっぷりしてまして、で今千代さん今身長が千代さん164センチ、5センチ、失礼しました、はい、5センチ、じゃあ5センチ、はい、で5センチで今膝ぐらいですかね、はい、ちょうど膝ぐらいで、ちょっと後ろ見てもらってます、はい、後ろ見た感じもこのぐらいのたっぷりな感じになってます。で肩がドロップショルダーになってるんで、はい、うん、こうゆったりシルエットが綺麗に着れるのと、ドロップショルダーになってるっていうことはどういうことかというと、はい、こうね、あ、ちょっとまとまっていいですか、はい、ドロップショルダーになってて、まず分量がたっぷり取れるんですよ、ドロップショルダー、はい、これ身幅がこれもう L 寸、LL 寸、3L ぐらいの方でも、これ今身幅何センチですか。はい、身幅が61センチ、ってことは122センチなんで、はい、だもう中にちょっと寒い時は中に厚手のニット着ていただいてもいいですし、もう薄手のダウンなんか着ていただいても全然大丈夫な分量感があります。それでいながら肩をドロップにすることによって、通常セットインで肩幅ちょっと狭めるとどうしても袖が取りづらくなるので、はい、アームホールを大きくするんですよね。うん、これはいいですね。うん、なんで、うん、でもこれも比較的袖幅はあまり太くしてないんで、千代さん着た感じでも、はい、あんまりダブダブ感がないんです、袖が。ああ、この辺り。うん、その辺りが。でもゆったりゆったりしてる。ゆったりしてる。で、はい、身幅はたっぷりしてるんで、身幅も袖も何も全部ダブ、ちょっとね、ダブダブ感が出ちゃうんですけど、うん、結構こうきちっと細く締めるところを締めてるんで、だから袖口なんかもそんなね、極端に広くなってない。はい、そういう着やすい
こういうところのまとまりっていうのが宮はゆったりしててもまとまることによってすごくきっちり感が出てくるっていうところもこのパターンのこだわりの一つになってます。パートでポケットもついてて、はい、両サイドにポケットついてます、はい、これね、もう色もあのすごく今回いい色出てるんですよ ね、 いい色ですね。このネウのダークネビー、ー真っ黒に近いダークネビー、これなんか本当にね、今回すごいいい色出たなと思います、はい、長く着れますし、着れますよね、はい、こういったスプリングコートです。そう、だからちょっとあの着た感じ、ちょっと脱いでます、はい、この軽さが軽いです。リネンのこのリネンコットンの軽さというか、はい、だけどやっぱり朝のナチュラル感があって、だからオチがこんぐらいそうですね、優しい感じでもやっぱりちょっとね、この2年のこだわり、柄のこだわりみたいなものがしっかり入ってるっていう、うん、まさにそういったコートになってます。で今日ですね、もうあのアウターにこういったロングの羽織なんですけども、はい、インナーにはちょっとあえてローゲージのニットをちょっと合わせてみたんですけども、ローゲージの結構ねビッグな、そうですね、これもビッグな渋丈ビッグソーセーター、はい、でローゲージなんですけども結構ね色こで素材をねいろいろミックスしたような表情になってるんで、はい、非常にねなんかこうナチュラル感がある、うん、そんなあのセーターになってます。じゃちょっとアブダ情報はいお伝えします。はい、カラーブロッキングニットプルオーバーです。サイズはフリーサイズ、お色がベージュ、ブルー、ブラックの3色、お値段が25,300円でございます。後ろはですね、はい、このまあここで今ブラックなんですけど、はい、前がこんなふうにいろいろあの4つぐらいに分かれてるんですが、はい、その中にこの地柄がいろんなこうステッチ風の地柄とか入ってるんですね、うん、で後ろはあのシンプルにもう2色のバイカラーに切り替えになってて、ね、後ろはそうです。でもやっぱりでも無地じゃなくてちょっとバイカラー切り替えを入れながら、うん、あの前身ごろにちょっと柄が入ってくるっていう、はい、結構まあ前も後ろもこだわりの、 あのデザインになってます。で袖丈がこれ七分丈でちょうどね春先、そうですね、ちょうどいいぐらいの時から、これからの時期もぴったりの時期やな、はい、でインナーにこういった薄手 の、はい、の T シャツ、これはあのふがふがでいつも定番でやってるあのラッセルレース のインナーなんですけども、こういったね重ね着でハイネックも入ってて、はい、このように重ねていただいても、まあ、こちらあのネットの方で、見ていただくといろんな展開、これ4色5色かなりあるかもしれない。そうなんです。もう定番で毎年やってて、はい、もう毎年いろんな色足しながらってやってますんで、ぜひねご覧になっていただくと。で、まあそういったものと合わせていただいて、袖重ね着して着ていただいてもすごく素敵に。はい、で、あの分量がこれね、すごいです。これまたすごいんですよ。で、あえてショートにしてるんですけども、だもっとこのシルエットが分量が出てるんで、うん、まあ。あのちょっとこの下がゆるっとゆるっとした感じになってきて、はい、でこれだけ分量多いんですけど、あの千代さんが着てるともその体に合わせてシルエットがきれいに出てくれるんで、はい、ゆっとちょっと後ろもいいですか、後ろも、はい、後ろもバイカラーでちょっとお尻半分隠れるぐらいの丈なんで腰周り隠れて、で裾のこれ実は編み方が、はい、これ横に編んでるんですよ、こういうふうに。あとは袖がそのまま、そこの横に編んで、横に編んで横で終わるっていう、でこうニットがこうなってると、あ、本当ですね、こういうふうにこう、まあ、目をわざと減らしてって、だから裁断しないでこうちゃんと見えになってるんですけど、ここから編み始めて、ビューってどんどん広げてって、でここでまた新しく目を作って編んでって、みたいな、だから横にこうニットが入ってくるっていう編み方なんですけど、素材がね、これ、さらっとしてるでしょ。はい、さらっとしてます。すごい、あのさらっとして柔らかい。和紙なんですけど、和紙の中にもねちょっといろいろ素材を混ぜながらあの編んでるんで、コットンとかそのように肌当たりも柔らかく、はい、そうですね、気持ちが良くなってですね、夏ぐらいまで着れそうな感じで、うん、そうなんです、サラッとしてて、やっぱ和紙の素材って結構サラッとしてるんで、でこういったミドルゲージぐらいでもすごくね軽く優しくできてますんで、まあ、今日みたいな、ね、パンツの中で合わせてもらうと、はい、本当にね丈感もちょうどいいですし、はい、見た目からちょっとなんかあの冬ではないです、ね、春っぽい感じします。春のローゲージっていいですよ ね、 いいですね、おしゃれ、ほんとおしゃれだと思う。であのやっぱりパンツの中に合わせていただくと、はい、このビッグなサイズ、すごくあのビッグなセーターですね、すごく素敵にコーディネートしていただけるんですけども、はい、じゃあちょっとパンツも一緒に紹介したいと思います。はい、アクさんお願いします。はい、ご紹介します。
製品染めワイドスリットパンツです。サイズはフリーサイズ、お色がベージュ、ブルー、チャコールの3色、お値段が3万4100円でございます。こちらもなんか珍しい、ちょっと前のあたりにスリットが入っているデザインなんですね。そうなんです、あの膝のここの下のところに、はい、切り替えが入ってて、でちょっと前の方に切り替え、ね、ちょっと今あの千代さんが入ってるとこんな感じですよね。切り替えがこう前にこう行ってるんですか。そうです、脇のポケットからこう見て、ポケットからずっと前に、でポケットも少し前気味についてまして、はいはい、そこから斜めに前に行ってそのままスリットになるっていうシルエットのデザインなんですよ。はい、新しい感じ、ちょっとレシルト、はい、かわいいですね。でちょっとこっちの方が見やすいかな、はい、形、まあちょっとね、今たこんな風に脇が、あ、ちょっと待ってもらっていいですか、はい、脇の切り替えが、ごめんなさい、失礼だった。あ、ここから脇の切り替えが、はい、ここ脇なんですけど、はい、ちょっと脇より前の方から切り替えが入って、そのまま斜めに行ってちょっと前のところにスリットが入るっていう形になってます。だからポケットがちょっと前気味についてるような感じですね、はい、すぐ入れやすいようについてると。それで分量もまたね、これたっぷり、またね、普段のもう、はい、あの着ててもすごくこう、はい、ナチュラルで自然に着れるっていう、で着た時に落ちが綺麗に出るんで、これだけの分量があるんですけども、今シールさんが着てもらって履いてもらってもすごいね、こうパッとこう綺麗なシルエットで出てくれるっていうのも、まああのフーガのシルエットの良さなんですけど、やっぱりねフーガ今パンツがね結構人気で、あのいろんなシルエットをちょっとこういったニットとか生地で表現してるんですけど、何がやっぱり佐藤誠衣のエマの曲をフーガフーガのパンツが何がいいかっていうと、やっぱりね、このウエストのゴムなんですよ。そうなんですよ。でね、タックも入れてるんです、こうちゃんとタック。あ、そうなんです。タックも入って、はい、まあ、もちろんパターンでシェイプもしてるんですけど、それ以外に自然なナチュラルなギャザーが入ってるんですよ。うん、これがね、いやらしくないんですよ。ポコってなったりしないように、自然となるように、このリブで。だからこれ、リブだと伸びないんじゃないの、はい、ところが、リブに合わせて、生地が、ギャザー分伸びてくれるんで、この分そうなんです。だからニットだからできる作り方なんですよ。これ普通の生地だとぐしゃぐしゃっとベルトでぐしゃぐしゃになっちゃうんですけど、はい、ニットで一緒に縫製することによって、その自然とさらにタックとかパターンで入れたダーツを入れながら入れてるんで、後ろ身もちょっと、はい、後ろ身もギャザーが入ってそのまま自然にお尻のこう膨らみを表現してくれるっていう、このシルエットが、うん、まあフガフガって、はい、で結構ウエストがゴムベルトも入ってないのと、あとこの幅もしっかり感があるんで、ウエストねきちっとしてくれるんですよね。かといって締め付けがないと、はい、それなんでベルトって、で例えばヒップで履いてもらって、はい、ロングで履いてもらってもいいし、ちょっとウエスト気味にしてですね、でロングになって、はい、もう履いてもらってもちょっとロング気味に、でウエストで履いてもらうと、でウエストで履いてもらうとききちっと落ち着き出させるために、ウエストの時には紐がついてて、この紐の穴も全部網で作ってあるんです。で、そこに紐があるのでギュッとウエスト締めてもらうと、はい、ショートにちょっとあの丈短めに履いてもらえるという、うん、今は上げてます、ウエスト巻きで、はい、で今千代さん身長165センチで、はい、ウエスト巻きにして今このぐらいの感じですね、はい、なんか横にスリットあるのはね、うん、よくあるんですけど、この位置にあるのがすごい可愛いで、うん、可愛いですね、シンプルなんですけど、うん、こう選びたくなる、でちょっと前のスリットがちょっと綺麗におしゃれな感じで、はい、それもあんまり主張しない程度に、ね、そうですね、やってるところはまた控えめなところが、はい、フガフガなところで、ね、いいところで、いいところでもうね、ちょっとこれからの時期本当にこういったこれはナチュラルな風合いで、はい、ラフィン帽子もすごくいい、はい、なってますので、ぜひね、ちょっとおしゃれして、いよいよこれから卒業のシーズンとか、ね、お出かけのシーズンになりますので、はい、ぜひおしゃれして、はい、コーディネートで、出かけていただければと思います。はい、フーガフーガの商品は、全国フーガフーガお取り扱いのセレクトショップ、また、フーガフーガ百貨店の直営ショップでご購入いただけます。もし近くにお店のない方は、佐藤誠衣オフィシャルサイトクロスイットオフで、商品をご購入いただけますので、よかったらご覧になってみてください。
今日はフーガフーガ第58回目おめでとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。